回は、今現在公開中の、ミラオーヴェン秋の先行予約のアイテムの中から人気のコーディネートを紹介したいと思います。というわけで秋 の, 今公開中の先行予約のリックの中からちょっとプレス内でアンケートを取ってみました、うん、すごい驚きの結果で、はい、1つがダントツ、そうなんだ。第3位と2位はまあ同率ぐらいのちょっと票数になってて、すでに1位が気になる。同率2位のルックはこの子です。そうなんだ。でもみんな結構シンプルなものが選ばれましたね。モダンながらもスポーティーさが今年らしくて気になりました。スタイリッシュなブーツは真似したい。スクエアトゥーの形が、うん、多分これがすごいスタイリッシュな感じというか、うん、でもね、綺麗に履いてましたよね、うん、ちょっと丈の短いパンツと足首が見えてすごい可愛かったり、実はこのベストも定番ではあるんですよね、うん、そうですね、うん、こういう感じでちょっとボタンついてるんですけど、表からボタンは見えないのでシンプルな感じで着ていただけます。はい、で、セットで一応パンツもお作りしているので、セットアップで着ていただくこともできます。お袖がちょっと肩にかかるぐらいってちょっと二の腕が細く見えて、結構タイトなリブニットとか入れてレイヤードしてもらってもすごく素敵にしていただけます。ちょっと中をシアーの素材にしてもらうだけで、ブラックのマントンでマントンフォーデがちょっとこう明るい軽い感じになるので、その辺は結構立ち上がりの時はすごいおすすめですね。じゃあもう一つのドリツリーのを紹介します。なんだろう、合わせが可愛いです。このスカートにそうそうそう可愛いんですよね。このボリューム加減がすごい素敵ですよね、うん、結構 MA1 もローファーも今シーズンちょっとミラが推しているトラットスタイルには結構欠かせないアイテムなので、うん、テーマが確かに、ね、嬉しいですね。で、やっぱりシルエットが可愛いですっていうコメントもいただいてて、うん、これがそうそうモデルさんが着用しているオーバーサイズで、はい、そうですね。MA1 自体がそのトラットアイテムでトレンドでっていうのもあるんですけど、ミラとしては本当にデビュー当時から大事にこう歴史を持って作ってるシグネチャーみたいなアイテムにもなるので、今年 MA1 欲しいなと思う人にはちょっとミラでぜひ買ってほしいなという信頼のアイテムです。ですよ、このお袖のところにこうたっぷりギャザーが入っていて、ちょうど多分このオガーのやつだとちょっと後ろ向いて、はい、自然にちょっと抜けるようなシルエットでお作りしてるんで、オーバーサイズをこうバフって放ってもらうだけで、うん、ティーに崩して着てもらえるような、ちょっとお尻が、はい、隠れるのもいい、ね、身長が147センチくらいなんですけど、これぐらいですね、これぐらいの丈感になってます。私が164センチで1サイズを着用してます、うん、はい、今回 の, 01サイズってお体に合わせてっていうより、デザインの好みに合わせて変えてもらいたいので、好きなシルエットで着てほしいなってちょっと思います。かっこいい感じ、かっこいい感じ、デニムだとかっこいい感じ、そう、結構ワンピースとかスカートにコンパクトなの合わせてもらうとすごいレディっぽさが出て可愛いです。次は堂々の第1位をお願いします。ダウンの、はい、スイートベストの方でした。あ、でも、かわいい、シンプルなモノトーンなのにボリュームのバランスが可愛いというコメントがまさにいただいております、うん、そうですね、まさにモノトーンで挑戦しやすいのと、はいはい、ボリューム感のあるダウンベストがトレンド感もあって好きです、うんうんうん、リサイクル の, サステナ素材のダウンを使っててすごい軽くてあったかいっていうのも特徴なんですよね。で、なんかルックも今お松さんもここ結構シャーリングギュッと絞ってもらってるんですけど、そうすると結構このシルエットがちょっとこうギャザーが入って立体的に見える可愛さもあるんですけど、これ全てこう取るとよりちょっと肩のラインに沿って体なじみがいいので、 A ラインのポンチョのシルエットがまたちょっと生きてきて雰囲気を変えてきてもらえるような感じ。どんな肉厚なものを入れても全然ストレスなくね、うんうん、羽織ってもらえるので、すごい軽いです。実際に着てたのはこちらのスイードベストのタイプで、これも中のニットとベストがセットになってるアイテムなんですよね、うんうん、中は
着回しできることももちろんなんですけど、このベスト自体も私はちょっと着回しできるなと思ってて、うん、なんかちょっとこういうのをなんかノースリーベストの代わりにアイテムに入れてもらうとマンネリ打破ですごいマンネリ打破になるんじゃないかなと思って、低身長の人でもあとボリュームあるんですけど、この辺とかあのお袖周りとかに抜け感があるので、あの結構レイヤード楽しんでもらえる感じで、上位3名がこのコーディネートたちでした。ありがとうございます。これも毎年人気の、うん、出ましたけど、今年もさらにバージョンアップしましたね、うん、春よりもちょっとこうウリで柔らかい感じの素材になってます、うん、ですね、はい、ボタンも可愛くてエコイボタンになってます。カーキの色もすごい新鮮、うん、でこれもあのさっきの MA1 と一緒で、あのお体のサイズっていうより着たいデザインのシルエットでお選びいただけるように、0と1と大きくあのサイズレンジを変えて、なんかやっぱミラーってすごいあのジャケットとか作るときに見た目だけじゃなくて、こう電車のつり革持てるかなとかしゃがめるかなとかっていう、その女の人の日常の生活をすごい考えて、こういうアームホールとかニボロとかのサイジングすごいお作りしてるんで、結構コンパクトだけど全然、はい、動きます。じゃあ私が着てるこの伝説の3点セット、あー、来ました。ベストと中のニットとパンツ全部セットになってる3点のセットアイテムです。はい、これはオンライン限定のお色になってます。限定ので、今年はあれですね、これあのブルーの V の空き具合がちょっとあの違うくなっているスリットタイプの感じになってます。何、うん、よりもこのベストだけでも着れるし、確かにパンツだけでも、本当にそうなんですよ、ね、すごいこのニットも肌触り良くて、袖の先っぽがちょっとスリット入っていて、ちょっと長めにあえて作ってるところがすごいおしゃれなポイントで、でもこの割れてるおかげで動きやすいというか、サイズ0であればもう全然低身長の方でも、ウエストもパンツがゴムなんでしっかり止まりますし、もういろんなサイジングで着ていただけると思います。4色展開で、このチェックがオンライン限定になってます、はい、現在ウェブの方で秋の新作のプレオーダー予約受付中なので、ぜひチェックしてください。してください。